はいどうも VIP です、やってきました VIP です、よろしくお願いします。 VIP です。はい、ということで本日なんですけども、待ちに待ちましたタイムスリップ第2弾、滅明タイスリ第2弾がやってきました。いやー、待ちに待ちましたね。いや、僕ねまだねメンバーちゃんと見てないんですよ。お知らせちょっと一瞬映って、いやちょっとガチャの時に説明させて見させてと思ってすぐ閉じたんで、ちょっと誰が来てるかわかんないんですけど、イベントはねバッティングトラベラーということで、バッティングトラベラー、はい、テンション上がっております。はい、まあこれ別にどうでもいいです。はい、あ、報酬は契約書確定。あー、出た 33% 出た 33% 44% でもよかったんじゃないのって僕思ってますけどね。はい、出ましたね。ということで早速見ていきましょうか。はい、ちょっとテンション上がっております。西口選手、マジか。いや来たね西口選手。あ、能力変わってないな前と。あ、裏捨て下がったんかな。キレ尻上がり上がってますね。あ、変わってないですね、キレ尻上がりはね。いやー、僕がね初代日本一になった時にもうかなり流行った選手です。はい、西口選手もう今はね多分打たれると思うんですけど、まあ一応ねけどね欲しいですね。もしかしたらまた西口選手強くなる可能性あるんで、ちょっと一応ね候補に入れときます。はい、西口選手かっこいいね、このユニフォーム懐かしい。で、サボテ選手空いてました。はい、サボテ選手ね、うん、まあサボテ選手ね昔ソフトバンク純正で僕やってたんで、その時はすごい重宝してたんですけど、今はねもうミキサーにかけてしまったんで、サボテ選手はいません僕のメンバーにはね。けどこの存在感がね、皆さんこの存在感、あ、この存在感めちゃくちゃ強いんですよ。もう大幅ダウンなんですよねこれ、打者のミートとパワー。あのデーマ人佐々木選手にもこの能力ついてるんですけど、もう大変なんですよこれが発動した時。ただね、まあ澤手選手は打たれますね、リア隊はね、もうストレートに絞られるんで。はい、で鉄平選手、はい、鉄平選手僕ねめちゃくちゃ当たった思い出があるわ。で全てミキサーにしたんですよね鉄平選手。今回当たったらどうしようかな、育てようかな。うん、まあ今多分テロップで日本一信頼できない言葉第2位って出てると思いますけど、その通りです。はい、以上です。で今井選手、今井選手も持ってたな、ロッテで、ロッテちゃわ、楽天か。チャンスラインドライブ流し打ち。まあロッテはね、僕ロッテ枠も今かなりいるんで、いろんな選手、石川選手、中村翔吾選手、荻野貴司選手と育ててますんで、まあロッテは大丈夫ですね、ロッテ枠は。はい、しかもラインドライブなんですよね今井選手って。で石川選手、おお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 お、倒れそう今にも。これ僕のブラッシュ選手と太田選手に続いて足を払ったらすぐ倒れるシリーズの選手に入りましたね。でツーシームがないんですよこの吉川光夫選手ね。でタイピンチがついてるんです確か。そう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 、まあリアタイね結構使ってる方は結構いましたね、このタイピンチが発動したらってとこやったんですけど、まあどうやろうな今の環境。 D とスラブでしょう。うん、で中島聡選手、うわ懐かしいな中島選手。あのねドカベンっていう漫画見てた時に、中島選手がねすごいねタイムリーでずっと出てたんですよね、イチロー選手と一緒に、セカンあのセンター、あと大島選手か、セカンドの大島選手と一緒に中島選手とねすごい出てた。こういうフォームあるんかな。うん、ない。ただ肩 S なんすね、スローイング D、 すごいバランスバランスゼロ。うわ待って、若でしょここで来た、マジか原選手。いやちょっとこれ見てください皆さん、見てください、ほらもう原選手、原選手5人待機しておりますもん。いや前回ね7万か8万ぐらいかけて若大将当たらんかったんですよ。いやもう今回はね60連確定してるんで、まさかのもう取りに行きます。はい、もう60連目若大将ですね確実に。サード下級選手いるんですけど、巨人純正の方で欲しいなと思ってますし、まあわよくばねスピリッツ3400なんで、もうサードのレギュラーとしてリア隊で活躍してもらおうかなとは思ってます。はい、いやーここで簡単に取らせるか、コナミさん、マジか。それやったら3段ぐらいで来てほしかったな。うん、で石井拓郎選手、はい、石井拓郎選手、うん、で大和選手、おお大和選手かっこいいな。阪神タイガースのユニフォームの大和選手もやっぱかっこいいっすよね。うん、横浜もかっこいいけどな。で守備適性がすごい高いということで、もう本当に守備に特化した選手って感じ大和選手は。で横山選手か、横山選手懐かしいね、2回目ぐらいちゃう、3回目か。タイピンチ切れ、まあリアタイはちょっと厳しいかな。はい、で与田選手来ました、与田選手、はい、与田選手めっちゃ肩幅広いっすよね本当に。あ、超剛速球存在感、お強っ、待って特殊能力めっちゃ強いわこれ、面白いっすね。リアタイとかで使ったら多分かなり相手の能力下げますんで、ゴリ押し、うん、まさかのゴリ押しタイプでいけるかもしれん、これ投手、おお、いるんかこの特殊能力。いや松坂選手のジャイロボールみたいな感じちゃうこれ。へえ。で石井選手、石井選手も2、3回目ぐらいよね登場、ストレート S、 うん、超5速球奪三振タイピンチ、はい、確かねこういう方もあるんすよほら、うん、
なかったです。すいません。はい、ということで早速ね、ガチャの方もう一気に60連引いていきましょうか。もうあの 33% 契約書ありますけどね、累計の歓迎なしでパッといきます。はい、10連目お願いします。 OK、 まあ10連目はね、レッツゴー、レッツゴー。 OK、 来そうやね10連目から。あ、何パーセントかみんな忘れたね。また何パーセントやろ。あー、ないかな。もしかしたら 50% の可能性あるよね。何パーセントやけん TS って。来い来い。あー、まあまあ、オッケーオッケーオッケー。さあ、あ、西口選手の A ランク欲しい。あ、原選手、え、これもしかして自チームの A ランクなのか。 A ランク来た時、原選手はもう別にいいんやけどね。西口選手僕超1なんすよね。野間選手、あ、 50% A ランクが来た時 30%。 あ、 A ランク自チーム確定してないやん。マジか。西口選手欲しい、超1なんすよ。あー、来ないか。マジで、いや、もう言わんよ。もうレッツゴー。もう調子くん絶好調、マジで来てくれ。調子くん絶好調がね、もうほんまに来ないんで。うわぁ、来た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 。 50%。 OKOKOK、 ナイスナイスナイス。2枚引きないかな。2枚引きは来ないか。2個、はい、ナイス2個。さあ 50% です。 50! いや、マジでなんで50引かんの。ほんま50に弱いっす僕。マジで、もうマジで減る。もうほんまここで早めに原監督か西口選手ゲットしてたら60連目でゲットする選手変わってくるんで。はい、しかも A ランクも引かない 30%。 はい、ってことでここは確定してると。第2弾が1人確定してます。いきます。さあ、誰が出るでしょうね。 TS 第2弾初のゲットは誰になるか。2枚右ぐらいしてほしいけどね。あ、ここはレッツゴーじゃないんや。あー、もうこれあかんねえ多分。お願いします。2枚右エース来て。ここでレインボー来て青来たらまた分からんからね。あ、ないわ、スキップ。はい、もうこれはスキップです。お願いします。さあ、誰が来るか。第1弾初のゲット、ないかないか。10連目はないか。ないですね。はい、ってことでここです。いきます、お願いします。ふっ、いやー、いやー、与田選手か。マジか。中日純正の方で来てほしかった。いや、相変わらずね、僕タイムスリップの引き悪いんすよね、本当に。いや、西口選手欲しいよ。原選手もどっちもこの2名なんで、僕狙いは。お願いします、本当に。いやー、今んとこ一応ね、30連で2枚来てますんで、うん、お願いします。レインボー来て、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 お願い。青、いやー、もう怖い、スキップしようこれ。うん、怖い。あ、いった。あ、ま、待って、もうやむわ、ちょっとマジで。なるわこれ、メンヘラなる。マジで50引かんの。なあ、もうほんまにきついわ。 A ランクの 30% も引かんし。いや、ほんまに TS の引き悪いです。僕ここ TS。 いや、まあ OKOK、 まあ与田選手は OK。 はい、ということで50連目ですね。もう50連目です。いやー、マジか。はい、満月当ててます。絶好調、ほんまこんな。さあ、ここでもお願いします。ここでも S ランクの引き、いやー、いやー、もうこれは確実にないでしょうね。これはない。お願い。はい、まあ今のはね、確定 S が来てなかったかもしれないんで、さっきのやつは。さっきのやつは確定ランクが来ずに引いてたかもしれない、S ランクを。はいはいはい、うん、はい、ということで60連目ですね。もうこれはもう若手賞できます。はい、原監督、いや、流れ星も流れない。今日流れ星ゼロです。で、調子くん絶好調も来ない。これさ、ほんまに調子くん絶好調の確率誰か調べてくれへん、マジで。ほんまにあの演奏ないんじゃないの、もう。はい、レインボー、はい、もうないです。はい、飛ばします。もうバンバン飛ばしていくわ、もうほんまに。はい、あー、石井拓郎選手。いや、もう TS の引き悪すぎてマジでメンヘラなら、もういいです。はい、原監督です。はい、マジか。はい、ということでね、今60連目でもあっけなくね、原監督ゲットしましたけども、ちょっと納得いってないんで、あと10連いきます。はい、ここで西口選手出します。自チーム確定してないんで、自チームは買えないです。もうね、ちょっとね、なんか引きは悪くないんですよ。 S ランクは引いてるんで。ただタイムスリップの引きが悪い。 50% をとことん引けてない。なので、ちょっと最後ね、スカッと、もうね、 50% 引いて終わりたいと思います。確定はしてないけども、あたかも引けるように、うん、あたかももう S ランクが確定するかのような喋り方でいきます。レッツゴー。よっしゃよしよしよし、持ってます、やっぱり持ってます。ここレインボー来て青来たら2枚引きの可能性あります。レインボーまで行って、頼む、レインボーまで行って。
あー青出えへんか。あーこれ1枚ですね。ただもうここ 50% 引いて、はい、動画落としたいと思います。綺麗に落とします。西口選手引いて綺麗に落とします。動画はいお願いします。はい、あー与田選手、あ与田選手これで2枚目ですね。 A ランク OKOK。 西口選手の A ランク欲しかったな。 S ランクは来るかわからんけど S ランク来てほしい。頼む S ランク。あーさあ落としますよ。動画綺麗にいきます。来ました。TS 引いたけどな、対する引いたけどな、まだ分からんから、はい、まだ分からん。ラストお願いします。はい、今井選手